この2台のレッドブルっていうのと後ろのこれかなり迫力ありますね。こっちもいやこれなんてだからマスタングでしょ、ナイト3000のワクワクしますね。広島県福山市でナイト2000仕様のトランザムに乗っております。83年式キャブレター、久保哲郎でございます。昨日和州山ハイランド、和州山で集合して、そして牛窓場でね、バーッとね車で走っていくっていうふうなミーティングに参加させていただきました。ご紹介いただきましたジミーさんありがとうございます。そしてですね、会をまとめてくださった大西さん本当にお世話になりました。その他ちょっとお名前をね全然確認できなくて申し訳ないんですけども、多くの方がこの車にねこう関心をしていただいて、私にもう本当にいろんなアドバイスをしてくださってね、難しいことばかりというか私にとっては難しいことばっかりだったんで、本当こうメモを取る勢いでやってたんですけども、本当にね一つ一つこれから皆さんからいただいたアドバイスをまとめて、自分のものにしていこうかと思います。今回はとりあえずね昨日起きたトラブルと対処法のうち3点ほど動画にしましたんで、これをね、皆さんにお見せするというよりも、アメ車っていうのは憧れだけじゃダメだよと、情熱とか、お金とかね、それからいろんな人に助けてもらうっていうところが必要なんだよっていうことをねお伝えできればと思います。主には私の記録映像なんで、あんまりね必要な私の動画必要じゃない方多いと思うんですけども、私の記録としてですねちょっと撮らせていただければと思います。3点まとめました。それでは画面切り替えます。失礼します。今日はですね私のこのトランザムのちょっと整備を昨日少しね思いました。昨日はねアメ車の集まりがあって和州山まで行ってきたんですけども、そこでねやっぱりアメ車ものすごくベテランの方とか整備されてる方とかいろんな方にアドバイスいただいてすごくねためになったなっていう点、今日はね3点まとめてお届けしようと思いますのでよろしくお願いします。まず1点目なんですけども、集合場所についていきなりねガソリンがポタポタ落ちてるよって言われたんですよ。でこのガソリンルームの下を覗いてくださったりとかしてホースが破れてるのかなとかいろいろ見てくださったんですけども、今一晩車庫に置いてですね全然漏れてないですよね。昨日一昨日も、全身に漏れがないかとかね水が落ちてないかとかチェックしたんですけどもなかったんですよね。ですんで急に漏れちゃったのかなとかすごく心配になってレスキュー呼ぼうかと思ったんですけども、原因が分かったんですよ。それはですね集合の直前にガソリンを入れたんですね。で満タンにしたところこのキャップがうまくはまってなくって、ここにガソリンが結構ねこぼれてたんですよ。多分走行中にガタンガタンとね横揺れしてそれが溢れてきて染みたんですよね。それが下から落ちていたということが分かって、ポタポタがだんだん勢いをね、減らして落ちなくなったんですよね。それで破れてたわけじゃないんだってことでここを開けてみたらここら辺にねガソリンが漏れてたんで、きちんと蓋を閉めないといけないっていうことと、あとガソリンはギリギリ満タンにしないってことがちょっとね、昨日学んだところかなと思います。当然全身のガソリンが漏れてないかっていうのを細かくチェックしておかないと一気に爆発してねすごい大事故になっちゃいますんで用心しないといけないかなっていうところが学びになりました。ありがとうございます。はい、2つ目はですねやっぱりファンベルトなんですけども、こう動かしてる時にここのファンベルトがね上下にたわんでるところがよく見えるんですよ。これがエアコン用のものですけども、こちらのエンジンの方のねファンベルトなんですけども、こちらの方も緩んでないかどうかっていうのを押してチェックしたりとか、あとクレ55みたいなね油を刺してみるとか、あともうね円盤自体を何ていうのか忘れましたけども、下の方にあるのがね2枚円盤が重なってるてそこにベルトが噛んでるんですけども、そちらの方の調整もしておかなければならないのかな、もしくは交換をした方がいいのかなっていうことで昨日アドバイスをいただきました。それから私気づかなかったんですけども、このベルトがね細いんだよっていう指摘を受けたんですけども、これが細いのか太いのかもずっと分からなかったんですよね。本当にありがとうございました。こちらの方も自分でねメンテナンスできるところと、あとエンジンにすごくね強いところ、なんかカマロの第3世代ですか、ああいうのを扱ってるところだったら見てくれるよっていうところだったんで、私の住んでる福山でもね結構そういうショップあるよっていうふうに言われてたんで、これはねちょっと希望を持ってですねこれから探していこうと思います。本当ありがとうございました。ショップ自体はね紹介してくださる方がいたら本当ありがたいんですけども、動画見てる方でここに行ったらいいよっていうのがあったらねお寄せいただければと思います。はい、3点目なんですけども、私昨日ねアメ車の集まり、あったんですけども、なんて集まりかタイトルは分かんなかったんですけどすいません、和州山で集まって牛窓に行くっていうものだったんですけども、牛窓で私ねエンジンがちょっと温度が高くなりすぎて冷却水がもう抜けちゃったんですよね。
うん、まあ、それであの私思ったんですけども、あの、まあ、オーバーヒートの問題ですよね、具体的に言うとここからね湯気が出てこうバーッと沸騰したんですよ。頭から湯気が出て、それでこの冷却水が湧いてたんですよね。これなんで起きるかっていうと、このエンジンがでかいんですよ。エンジンがでかくて、それを冷ます方にファンがついてて冷却がついてるんですけども、この冷却が間に合わなくなっちゃったんですよ。その坂道でゆるゆると上がっていくと全然エンジンが冷めないんですよね。それで私が温度計を見ていったら、それまでは90度とか100度の間うろうろしたんですけども、坂道で止まるっていうかね、車の流れが渋滞で止まると一気にね110度120度って上がっていくのがもう本当にね目に見えるように分かったんですよね。これやばいなと思ったんですけども、利用できるとこもないし脇道もなく細い道だったんで、そのまま手をこまねいてるしかなくって、やっと動き出して、あの脇のねオリーブ園のその木の下にザッと入れた時に、もうこのエンジン切ってここ蓋開けるしか対処策がなくて、そこで、まあね、ミーティングからはリタイアということで連絡させていただいて、しばらく冷まして、まあ、帰ったよってことなんですけども、これはね、あのその時にあのアドバイスしてくださった方の話は、まあ、ファンだけを回すようにするみたいなね、そんな仕組みを作ったらどうかなみたいなことで、ちょっとすみません、細かくはね全然頭舞い上がってて覚えてないんですけども、確かにねこれ今までは渋滞が起きそうなところは避けたりとか、暑い時は全く走らないようにしたりとかね、そういうことを繰り返してきたんですけども、なんとかね、少々の渋滞でもアイドリングできるようにとかね、走行中にいきなりこんな煙を吐かないように、温度計とかもね、ちょっと見直した方がいいかなとかね、いろいろ考えました。本当にね今回この3点、今回は3点にまとめましたけども、いろんな学びがあってね、私もまだまだこれからやっていかないといけないなってところが見えました。それから全体的に言えることなんですけども、こちらのファンベルトの調整とかもそうなんですけども、あの専門の工具を積んどいた方がいいよっていうのはね、本当に、そうだなと思いました。あのこういう車ですから、いつどこでどんなトラブルに見合われるか分かんないんで、行った先とか道の途中で脇に寄せてね、ボンネット開けて修理ができるような工具がないと話にならないですよね。だからその工具をこれから揃えていかないとなということですね。で、一つ分かったのが、ここを締めるのが19号ってことですね。すごく参考になりました。ありがとうございます。それではね、いろいろとご指摘いただいたところ、しばらくこれ車乗らないんで、ゆっくりと整えていこうかと思います。そういったことでね、あの、アメ車乗られてる方は、アメ車好きのそのミーティングとか行くと、アメ車乗ってる方ってアメ車乗る方をね、ものすごく大事にしてくれるんだなと、興味持ってくださってね、あの、非常にありがたいなと思います。私みたいなね、ど素人でも温かく迎えていただいて本当にありがとうございました。これからもね、あの大事に乗っていこうかと思いますし、トラブルに遭うたんびに自分を成長させるそのモチベーションにしようかと思います。まあお金もかかりますけどもね、でもそれ以上に皆さんとの出会えたこのね、人としての財産がものすごく今回はね豊かに育ったような気がします。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、本当にアメ車乗るのって大変だな、特に古い車大変だな、いやいや新車でもね結構トラブルってすぐ起きるみたいなんで大変だなっていうのと同時にですね、本当アメ車乗りの方って国産の便利な車乗ってるいらっしゃる方よりもね、やっぱこう車にかける愛情とか情熱っていうのがまたすごいなと思ったんですよね。もちろん日本の車、国産車を大事に乗ってらっしゃる方も結構多いと思うんですけど、それとは別の種類のね車にかける人生とかね、情熱とかね、マインドセットとか憧れとか、ものすごいそういうものをビンビン感じて、だからこそ同じアメ車乗りの方をものすごくね大事にしてくださるんだろうなと思いました。本当に今回ね参加してよかったなと思います。ありがとうございます。それでは失礼します。